ガブリール・ニコラー・エービチ・ポポーフは、ソビエト連邦の作曲家。1922年から1930年まで、レニングラード音楽院で、ニコラー・エフ、シュテーンベルク、ウラディーミル・シチェルバチョフラに支持。ピアノ曲、表現作品1が、アルノルト・シテーンベルクに検定されているように、ブゾーニやシンウィーン楽派の影響のもとに作曲家として、活動に入る。大胆なにおいて、 ショスタ・コービチにも匹敵すると認められ、室内公共曲派長長や無調的な公共曲第一番は進歩的な作品としてセンセーショナルな成功を収めた。やがて、ショスタ・コービチのように当局と衝突して、より伝統的な音楽語法で作曲するに至ったことは驚くに当たらない。アルコール依存症に陥ったにもかかわらず、多数の還元楽曲を作曲し、 6つの公共曲を完成させた。作品の多くは、ソベト体制の制約のもとに作曲され、当局によって規定されたような日常生活の描写や共産党の英雄への歓喜の声となっている。例えば公共曲第2番は祖国、公共曲第4番は祖国を称えてと副題が添えられ、カンタータは同志の参加と題されている。 ポポーフはまた映画音楽も手掛けた。ありがとうございます。